この黄色い生き物は、キョウチクトウアブラムシという昆虫です。いつもは、キョウチクトウっていう、猛毒の植物についていることが多いです。今見てるのは、カラスウリに取り付いています。わさわさ動いていて不気味ですね。集団でわさわさ動くのは一種の威嚇行動らしいです。アブラムシ単体はどちらかというと弱い生き物です。ほぼ動けない、飛べない、柔らかい外骨格。防御力は相当弱いです。ただその弱さを補うように、強力な能力を持っています。繁殖力です。アブラムシは孵化した後、10日経つと自分のクローンを産み始めます。子供は親の体内で育ち、成虫の姿で生まれます。しかもその子供は、生まれる前から、お腹の中に子供を宿しています。それも自分のクローンです。すごい。すでに妊娠した子供、クローン、を毎日1匹か2匹ほど出産するという離れ技を使うため、1ヶ月でアブラムシの分の規模は800倍くらいになるそうです。たまに羽が生えた個体も見られますね。アブラムシははじめ、羽のない個体しか産まないのですが、繁殖しすぎて、住む場所が手狭になってくると、羽の生えた個体が生まれます。羽の生えた個体は飛翔して、自分好みの植物を探し、また新たに繁殖を始めます。環境によって、同じ生物なのに違った形になることを、双変異、と言います。同じように双変異する虫として、バッタが有名です。バッタは、双変異が起きると体の色が黒い、長距離飛行できる個体がたくさん生まれます。あ、アリとアブラムシが一緒にいます。アリに襲われている、わけではないようです。アブラムシはなんと、アリに自分の身を守ってもらう能力を持っています。アブラムシの食事は植物の栄養、歯間液、です。アブラムシは歯間液を吸った後の排泄物として、甘露と呼ばれる甘い汁をお尻から出します。その排泄物は甘いので、アリが餌として食べに来ます。代わりにアリは、アブラムシを天敵のテントウムシなどの外敵から守ってあげます。お互いにとってウィンウィンの関係ですね。ウィンウィンの関係を相利共生と言います。また、アブラムシは体内に細菌を飼っていて、その細菌に植物の栄養の分解を助けてもらっています。アブラムシは体の中に細菌専用の細胞を持っていて、そこで栄養をお互いに受け渡し合っています。アブラムシは驚異的な繁殖能力に加えて、共生生物に助けてもらいながら自然界でたくましく生き残っていますね。賢い。ただ、農業関係者や家庭菜園などで作物を育てている人にとっては厄介でしかありません。植物は栄養を吸われ、しおれてしまいます。またアブラムシの排泄物である甘露は黒カビが発生しやすく、見た目も悪いです。さらに羽の生えた個体は、植物の病原ウイルスを広範囲に撒き散らします。殺虫剤を使った方法や、木作液スプレー、天敵の昆虫を使った防除などで対応するのが良いそうです。動画の右で花の蜜を吸っているアブは、ヒラタアブの仲間で、アブラムシの天敵です。
成虫は花蜜しか食べないのですが、幼虫はアブラムシを食べまくります。またテントウムシを利用した面白い方法があります。テントウムシの背中をグルーガンでのり付けして飛べなくさせる方法です。テントウムシは羽を開けず飛べなくなり、歩いてアブラムシを食べまくるそうです。2ヶ月ほどで接着は剥がれるみたいです。ハウス栽培等で大活躍しそうですね。アブラムシはいろんな種類がいて、中にはしっかりした社会性を持つ種もいます。先ほどの集団で体を震わせて威嚇する行動も社会性の表れだと思います。はっきりした社会性を持つ種は兵隊アブラムシがいたり、毒を持って敵を攻撃するタイプもいるそうです。なんだかアリやハチみたいですね。アブラムシはカメムシの仲間ですが、そこら辺にいるアブラムシがいろいろ多機能な能力を持っているって面白いですね。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。